はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。外役デッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、最強永続罠激肝ロックデッキルーンです。ルーンデッキ組んできたのでご紹介していきたいと思います。これゲロキモいでしょ。ゲボキモくない？これあのデッキの見た目マジキモいんだけど、あのね、ルーンってまあいろんなタイプのデッキできるんですよ。なんかランクマとかデュエリスカップでも当たった感じだと、まあ、召喚獣名刺入れ型ルーンもあれば、なんか魔合神型のルーンも当たったことありますし、僕あと永続罠の型のルーンがいると。永続罠型ルーンが一番よく当たるかなっていう感じなんだけど、まあ、このタイプのデッキですよね。はい、でルーンなんかめっちゃ嫌われてて今なんかデュエリストからめっちゃ嫌われてて、やっぱうざいんだろうね当たると。でもさ冷静に考えてみて、うざいってことは自分が使ったら楽しいってことなんですよ。これ遊戯王の神髄で、自分が使って楽しいけど相手に使われるとキモいデッキってたくさんあるんですよね。それ、うん、それがこれよ、うん、今回はルーンを使って相手のデッキを、まあ、破壊していくんですけども、破壊していくにあたってやっぱ相手のモンスターの攻撃とかね、まあ、展開みたいなやつはやっぱルーンだけでは止めにくいということで、永続トラップカードっていう激キモカードを使って相手をロックしていくというね、まあ、そういう、構築になってます。このデッキどういうね、コンセプトで動かしていくかっていうと、まあもちろんルーンの泉っていう、このフィールド魔法を使ってアドバンテージは一挙に稼いでいくことは目指していきたいんですけども、まあ、それができないこともあるわけですよ。メイスシールとかモンスターゲートとか入ってない場合は。なので今回はこのクソキショイ永続罠で6個かけていきます。はい、で6個かけて、自分は、泉を張って気持ちよくなっていくと。でね、ミラーが結構ねきついから、ルーンってめんどくさいからミラーだとなんか永続魔法を採用してる方が勝ちみたいになるから、コズミックサイクロンは積みましょう。これ相手のルーンの泉を除外してあげれば相手の展開結構止まってくれるんですね。あと相手の永続魔法も一応まあ効かないけど、こっちはやばいカードがもしあったら除外できますからね。これ積みましょう。これはい、これは積んでください。でアドバンテージを稼いでいく方法はこの泉とあと命削りですね、基本的には。はい、こっちはほとんど特殊はしませんので、まあ自分のカードが破壊される場合に速攻魔法で封印出すぐらいで、ほぼこっちあんまり動かしませんのでモンスターを。なので命削りはかなり相性がいいです。で高校まくりがちょっと難しいところあるんだけど、永続トラップを開くことができさえすれば高校でもまくっていけるんですね。だから召喚獣とか名刺入れ方とちょっと違って、高校からでもこの永続罠をパカッてやればワンチャン返せるっていうのがこのデッキのいいところで、攻撃されるんですよ。要はモンスターも出さないから、要はガラキになることが多いからさ、フィールドが。だから攻撃されるっていう、相手のモンスターによってライフを削られるっていうことがあるんですね。そこで、私はこの最強カードを見つけました。光の護風壁。これは1000の倍数のライフポイントを払うと、払った数値以下の攻撃力を持つ相手モンスターは攻撃ができません。なので、ライフポイントを払うだけで一切それ以降モンスターの攻撃を食らえません。決めバカ決め。これちなみに平和の使者とかでもいいんですけどね。はい、まあ、一応今回は1500以下のモンスターも全部攻撃ができないように光の護風壁を積んで、まあ、大体なんか4000とか言っとけば、4000ライフとか言っとけばもうほぼモンスター攻撃できなくなるから、もうこのカードで相手の攻撃を完璧に守って、であとはなんか相手が心折れるまで、デッキを破壊し続けるか、またはまあスキドレとか群雄割拠とか御前試合でロックかけるかですね。はい、あとはね、ひたすらになんか嫌がらせしていけば相手勝手に爆散していくから。はい、で一応墓穴入ってるのは泉をサーチするその不銀の効果に対して裏ラ打たれることがかなり多いんですよね。で一応泉がサーチできた方が強いんで、このデッキはなので、まあ、一応入ってます。まあなくてもまあなんとかなること多いけど、まあ一応入ってますという感じですね。はい、早速この光の護風壁ロックで高笑いする龍さん、ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。使ってみたら楽しいよ。うん、こういうデッキはね、完全にこのデッキ環境破壊してるよな。なんかさ、やってること気持ちいいでさ、自分で使うのめっちゃ楽しいけどさ、相手の気持ちになるとちょっといたたまれない気持ちになるんであるよね。正直いてつく、これどっか行こうかな。
これあれだな、全体除去系のカードとスキルトレインとフギンの相性がそんなに良くない気がするな。なんか結局さ、フギンのさ身代わり効果ってこれスキルトレイン無効になるもん多分ね。でフギンちゃん出して、一応フギンちゃんの効果使ってこれうららってほしいんだよね。うららとかエフェクトベイラーとか、うん、無限好評とかそっち系のカード打ってほしい。今ねちょっとあの素打ちで発動できるカードがないので、まあこれ多分うららかなんか打ってきてくれて、オッケーオッケーオッケー、よし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 いいぞよしいいぞ。いやここね貫通できるからね、言うてねこれ結局ねここにうらら打つしかないと思うんですよね。でもあの相手見視点で、まあ、一応泉張ってあるからオッケー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 で、一応相手側に鉄子を打てればなんとかなるんで、これねセットするかどうかはちょっと難しい問題なんだけど、まあ泉普通にコズミックサイクロンとか言われること結構増えてきて、対策札みんな積んできたからね。はい、なんですけども、まあ一応スキルトレインでなんとかしましょう。相手のなコズミックサイクロンを泉に打ってくれるんだったらスキルトレインが刺さると。あー戦闘機か、オッケー了解、戦闘機ね、オッケーオッケーオッケー了解。やっぱ明確にメタレールの多分なんか全体ハーピーのハリボーキよりもコズミックサイクロンだと思うんだよな。永続バナーは開いたところ、そこでね、コズミサイクロン打てばいいし、で泉は泉でコズミサイクロンで飛ばしてあげれば、ギエリで回収できないし、みたいな感じで。まあ、とりあえずスキルドレイン打つね。イテツクでいいか。イテツク先打ってからいいや。イテツク先打って、で、相手のモンスターの効果を無効にし、ダイレクトとかできなくな、するようにできると。で、これで、相手、お、コズミサイクロン飛ばした。よし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 、コズミサイクロン2枚飛ばした。でかい、これはでかい。あぶねあぶね、コズミックサイクロン2枚飛ばしたのクソでけえ。これはでかいぞ。いや言うて入ってるも3枚だから、あと1枚ぐらいしかないだろ最低。もうもはや入ってないまである。オッケー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 、しょ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 し、このね相手のねその対策カードを吹き飛ばせるっていうの強いよねこのテーマ。いくよ、それを破壊したのいいや。オッケーで、効果発動するのは意味がないと、どこのっていうかね。はい、でフギングはエクサデッキに戻ると。はい、で、ハヤテが出てくると、じゃあロゼか、ロゼが出てくると、はい、ロゼが出てきて、特殊召喚される、はい、でもう一回ぶん殴られると、まあ、それは別にいいや。あの迷宮壁が欲しいですね。はい、そしたらもうこのダメージもね与えられなくなりますからね。ゴズレキサイクロン2枚飛んだら絶対痛い相手。上振れてる今俺は上振れてる今、神が今ついてる俺。雫か、いやーちょっとね回収されるのだけちょっとめんどくさいんで、これエンドフェイズスキルトレイン打っちゃっていいですかねこれね。はい、まあ、これコズさえあったら打ってるんで、これ絶対ないからスキルトレイン打って、でもエンドフェイズの方が無効化して、でまたこっちはアドバンテージ稼ぎに行くしかないですね。こうしましょう。ゴミだな、やってることゴミやな、ゴミ屋でやってること。まあ輝くで破壊してもよかったなこれ、冷静に考えたらっていうか、まあだからメインモンスターゾーンは埋まってた方がいいんじゃないで、ここで颯破壊して、でメインモンスターゾーンを埋めておいて、 OK で1枚貯めておいて、で私のターンになりドローを加速していく。凍てつくも来た、いいぞ。で相手コズミックサイクロンないから、もうこっからは泉の国家が通り放題だね。マドローミーのルーンを発動、マドローミーのルーンを発動して、君はちょっと戦闘国家打開されなくなっていいよ。2枚か、2枚でもドローしちゃってもいいかもしれないねこれもう。はい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 、いいですよ。で泉の国家発動して、で2枚カードをデッキに戻しながらカードを2枚ドローしていく。いやそろそろ迷宮壁来い、迷宮壁来い来い、はっ来た。群雄割拠は刺さんねえか、あんまり機械だもん。迷宮駅じゃねえ、五風駅か、五風駅だった、ずっと迷宮駅言ってた、五風駅だった、ごめんなさい間違えました。ただ五風駅とかいう最強のカードによって相手はもう一切のモンスターを攻撃することができなくなるってね、はい、行きましょう。最強のトラップカード、最強のトラップ、光の五風駅。このカードの効果は1000ライフポイントの倍数のライフポイントを払い、払った数値以下の打点を持つモンスターが一切攻撃ができなくなるっていうゴミカード。オッケー、ハヤティだ、いいぞ、ハヤティはいいぞ。増殖する G、 なるほど。え、何それ、何その増殖する G、 その増殖する G 何どういうこと、あーそういうことか、なるほど。
そういうことか。なるほど。さすがにこれは一回ハカアーナー打つしかないですけど、ハカアーナーって止めますもんね。ハカアーナー確定。さあ相手の、戻してモンスターを1枚除外する、まあ、ロゼか。これはでロゼ除外して、はい、ちゃんとこういうね妨害にもなるのがいいよね。まあ言うて裏らがきついから入ってんだけど、このハカアーナーっていうカードなんだけど、まあ、言うてこういう時も使えるから、まあ、ちゃんとハカアーナーが妨害として成立していて、まあ、脳死で強いカードの典型ですね。はい、ウララ、増地、ハカアーナー。はい、で、ロゼからのマルチロールいいだろう。マルチロールも全然問題はない。OK。で、エンゲージ打ってくる。うわ、強えな。ここでエンゲージか。やるじゃないか。魔法カードは今2枚だね。ただ1枚ドローはないと。で、とりあえず、レイちゃんが飛んでくると。ここで群雄割拠をバチコルト打っていくことによって、どっか行くとあいつは。どっちかにして。戦士か、機械か、どっちかにして。なるほど、戦士ね。ってことは、これ、レイビート始まると。で、バトルフェイス入って、これもうあれじゃん、メインモンスターゾーンにいるから、もう相手はもう出ないじゃん。で、まあ一応3000って言ってたらいいでしょ、これ。3000ぐらいにしといたらもういいや。で、3000ライフ払って、もう3000以下のモンスター攻撃できるから、よろしく。あとはなんか頑張ってあれですね、相手のデッキを削っていきましょう。でマルチロール効果いいでしょう。でエンゲージをセットし直す。でセットされたカードは確か除外されるんだよな、フィールドが離れると。ってことはあれを破壊で除外すればいいんだ。除外っていうか破壊すればいいんだ。破壊で、破壊のルーンで破壊すればいい。でスキルドローンいらない。まあ打つしかないか。これ1枚何が来るかな。なんかこうなってくるとね、ちょっと若干自利品になってくるんだよね、このデッキ。結構要するに墓地に速攻魔法がたまんないんですよね、あんまり。なんで一回、まあ、いじめ発動するんですけど、これそうなってくるとね、アドバンテージを稼ぎづらくなってくるんですわ。あ、穂先来たわ。天才、神、神だ、神、マジ神。この穂先は神で、穂先発動。今回のデュエル上ぶれてんだから結構俺。で破壊持ってくるでしょ。でこれ相手のドローフェーズに破壊でいいんじゃないかな。一旦ねこれバトル入ってエンドフェーズ入りますと、で相手のドローフェ破壊のルーンぶちかます。でエンゲージはあれマルチロールでセットされて除外されるんですよね、これね。はい、つまり魔法カードはたまらないと。よし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 よ。さあカードを2枚取ろう。あんま強くねえな、あんま強くねえけど、午前スキルドレイン、悟空壁、なんか群雄割拠みたいなやばい場面はできる。カスみたいな場面できる。およそこの世の終わりみたいな永続魔法めっちゃきた。はいはいはい、マルチロールでいいでしょう。どかずしかないわな、どかずしかない。モンスター出せなくねえ、多分あれホーレットビットって機械族かな、あれわかんねえけど、オーレットビットぐらいしかないんじゃねえ、あれ。さあどうする。悔しいでしょうね、何もできなくて。ゴミなんだよな、やってることマジで。これ本当に自分で使ってるのはいいけど、これ相手に使われたら絶対にブチ切れる自信がある。遊戯王の神髄、俺が使って楽しいデッキは、あの俺はいいけどお前はダメ理論ね。はい、大体ね、あのゴミデッキってのはね、自分が使うと一番楽しいんですよ。まあ、相手が使うのは許されませんけどね。あ、ラビリンス、ラビリンス来た。いや、なるほど。これは診断対決でなかなか熱い展開が見れそうだな。うん。まあ、あのデッキは、あの、ターンが短くて好きだわ。結構あの、トラップカードの発動で、あの、迷宮城がね、あれなんですよ。トラップカードに破壊を付与してくるんですよね。あ、もう打っちゃうんだ。へぇ、早いね、打つの。一応ね、迷宮城があると、ウェルカムラビリンスの効果でなんか1枚破壊できるようになるから、なんかちょっと早い気するけど、どうなんだこれ。あれなんかな、もう発動しておいて、その伏せカードをなんか、あれかな、使いたいのかな。ちょっとウェルカムラビリンス早い気はするけどね。うん。まあいいや、ルーンの穂先をとりあえず発動して、まあ、泉持ってくる説かな。まあでもこれ、あれですね、破壊のルーンで破壊しちゃった方がいいかもしれないね、フィールド魔法。ちょっとこれいろいろある。
言うてね、あ、うららか。なるほど。OK、了解。ってことは、ここにうらら打ってくれたんで、まあ、泉のサーチは通してはもらえないから、ですね、これ、命削りの方がいいかな、アドバンテージ的に。泉引くことができれば、まあ、それではそれでいいし、で、群雄割拠と五風壁と御前試合を、これね、群雄割拠も御前試合も刺さんないんですよね。あのデッキ、あのラビレンス、悪魔族と闇属性で統一されてるんで。あー、泉来た、ナイス。で、泉ナイスじゃないこれ。で、泉発動するでしょ。いてつく発動してドローしに行っちゃっていいか、これ。とりあえずいてつく発動して相手のモンスター効果を無効にするという効果を付与して、もうモンスター効果、あ、モンスター効果じゃない、モンスター特殊はできませんからね、命削るってるんで。なんでいてつくルーンで、白金の城のラビレンスの効果を無効にして、で、デッキに墓地のルーンを2枚戻して、はいはい、で泉の効果によって2枚ドローすると。で、ここで、なんか使えそうなルーン魔法を引いて、ああ、いいじゃん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 、穂先いいじゃん、穂先セット。まあ、これでいいんじゃない。まあ、一応打っといても、どうせ捨てられるから、どうせ捨てられるから打っといて、で、エンドですね。で、相手のターンになってから考えましょう。バトルフェーズ一応入って、で、バトルフェーズキープされてエンド。はい、OK。十分。まあ、ちょっと群雄割拠と御前試合が一切刺さらん対面なんで、まあ、この永続マナーあんま関係ないんですけど、まあ、迷宮、まあ、いいじゃない、光の五風壁でロックをかけていくと。とりあえず破壊のルール持ってきた方がいいかな、あのデッキは。で、五風壁で、まあ、これどうしよう。何枚ある？ 2 枚。まあ、一応ちょっと、うららチェックしますか。うららかもしれませんしね、相手。ああ、ありますよね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。まあ、うららは引いてるんですわ、相手大体。まあ、ここはもうどうでもいいと。どうでもいいということで、まあ、これは一回スルーして、で、ここは本命ではなく、一応、破壊のルーンで、まあ、モンスター出すか、相手の魔法トラップカードを破壊できるかを選べるんで、まあ、ちょっと一回見てからにしましょう、相手の動きを。で、白金種のラビレンスの効果を発動していく。で、ラビレンスをセットし直すことができると。OK、いいだろう。で、これでバトルフェーズ入る。OK、いいだろう。で、バトルしてきた。で、光の五風壁発動して。これが最強。まあ、一応、デーモン入ってるかもしれないから、4000って言っといたら、もうほぼ全部のモンスターが攻撃や。光の五風壁。さあ、半分のライフを支払って。お前は、このデュエル中、4000以下のモンスターでは攻撃ができなくなった。つまり、このライフは削られない。残念だったな。残念だったな。さあ、どうする？エンドレイズ。よし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 。魔法トラップカードをね、破壊する、には、あのデッキね、迷宮の城でね、そう、これで、何、付与しなきゃいけないんですよ。迷宮の城で破壊効果を付与しなきゃいけないんで、ここで、このフェード魔法を割ってあげれば、本当に何もできないです。はい。これで魔法トラップカードを、破壊することができなくなった。一応ね、ウェルカムラビレンスっていう効果で、モンスター出してきながら、フィールド魔法があると、なんか追加でなんか1枚破壊できるっていう効果が付与できるんですよ、フィールドのカードを。それを、フィールド魔法を破壊することによって何もできなくさせれば、もう、魔法トラップに触る手段がなかなかないと、あのデッキ。はい。はいはい、どうぞどうぞ。どうせ入ってんの強制脱出装置か、ドラゴンパニッシュメントだから、パニッシュメントケアで一応ヌトソがあるんで、モンスターは出さない方がいいですね、こっち。基本的には。で、アリアンの方がいいだろう。アリアンな効果は別に。さあ、めっちゃドローする。めちゃめちゃいっぱいドローして、ドローしてから考えるやつ。まあ、あとは丁寧にね、フィールド魔法を割ってあげれば多分相手何もできないんじゃないかな、ほぼ。モンスター出さなければいいから、こっちは。モンスター出さなくても、光の五風壁でロックかかってるんで。はい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 。バックジャックね。あ、なるほど。いいよ。バックジャック OK。で、バックジャック捨てながらの、ストービーでバックジャック効果発動して、あ、もう発動するんだ。え、それ、早くね、発動すんの。それ、バックジャックの効果発動してから発動しないと意味なくない？これ、デッキトップにトラップじゃなかったら意味ないよ、これ。ああ、ああ、ああ、なんか、発動するために下手くそだな。ああ、これ、バックジャックの効果起動してからじゃないと。ああ、ね。うん。ラビレス初心者かな、多分ね。ケイスケホンダっていうさ、
名前の圧すごいよね。最近結構気に入って、あのケイスケホンダっていう名前でマスターデュエルをやってますんで、もしケイスケホンダっていう名前に当たった方いらっしゃいましたら、私かもしれませんよ皆さん。これ悲願二種であれか、あのゼンマイとかいうゴミみたいなモンスター出してくるタイプのあれか。あーはいはいはい、このタイプね。まあ、何していくか一応見ようじゃねえか。ちなみにあのソレティアの、まあ、その礎基礎としてゼンマイって君があるんだけど、これあのゴミデッキ製造 した人、この君知りたいですか？もしなんかあのもし要望があったら、あの解説しますよ、あのこのクソギミック。悲願二種からのゼンマイムーブって本当に何でもできるんですね。なんでこれもしよかったら解説しますけど、私はい、まああの要望があれば、はい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 。で2枚でアストラム OK、 アストラム OK、 サイレントソードマンとかやばいやつ出てきてんな。ええ、やばやっば。いや、キモ吉祥出ました。これ完璧ルーンメタデッキじゃん。いやでも永続まだ入ってるからいけんだこれ。いやスキルドレインあったらいけんだこれ。スキルドレインしたら多分いける。これなんかルーンに親殺されたんだろうこの人多分だけど。ルーンに親殺されたんだろうな。あうわあ！魔法トラップカードの効果両方とも無効にされました。無理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 。お前これルーに親殺されてるだろこれ。絶対。おふざけんなよ。無理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 。初日からガンメタしすぎだろこいつ。どんだけ竜に恨み持ってんだよ。やばいやつおったな。